しました。じゃあ、ここから巌流島へ向けて出発。あっちは文字九州ですね。到着。はい、巌流島に初上陸いたしました。なるほど、こじんまりとした島でございます。30分もあれば回れるってことでした。半分は立ち入り禁止区域になってるようですね。まず目に飛び込んでまいりますのは船島神社でありますと、まあ、海の神様である龍神、あるいは佐々木小次郎の慰霊祭をこちらでされてるということ、当時の住民が建てたっていうことですけど、ここに住んでる方がまあいたんだね。今は無人島になっております。特に売店とかもなさそうだしね。お社がない神社となってますね。友人と地震土地の神っていうことですね。こちらは佐々木巌流の日ということで、武蔵と小次郎の佐々木小次郎ですよね。流派が巌流っていうんだよね。この巌流島の語源になってる巌流ですけど、武蔵小次郎の対決は武蔵が勝ったわけなんだけども、なぜか巌流という小次郎の方の名前がついちゃってんだよね。船島っていうんですけど、本当は正式名称は俗称が巌流島だと。まあ日本はやっぱ方眼びきだからなのかね、負けた方、敗者の方の名前をつけましたね。巌流、佐々木巌流の日、この島の由来です。この巌流島でね、アントニオ猪木さんとマサ斎藤さんが武蔵と小次郎に習って、ね、ここで戦ったっていうんだよね。プロレスの試合、無観客興行で行ったという、それが映画になったらしいですよね。その映画のなんか解説なのかな、ナレーションなのかな、白山兄さんが担当してるらしいという情報を先ほど聞きました。はい、こちらにはですね、午前8時だね。約束は午前8時に船島っていうことだったのか、武蔵が来ない。ようやく午前10時、2時間遅れて到着した武蔵を小次郎は波打ち側でもう遅刻ですから怒って鞘投げ捨てて刀抜いて武蔵の頭に振り下ろしたんだけども、鉢巻きの結び切ったのみ武蔵の長い貝が小次郎の頭を打ち砕いて倒れる。早いですね、決着が。時間を終えて、ね、しかも自分から申し込んでおいてもくれる。これは武蔵の作戦だったんですかね、イラつかせやってる。それで、小次郎が倒れる。で、負けた小次郎側の流派を取って、巌流と巌流島ということになったと。小次郎かわいそうやね。早くからちゃんと待ってたにもかかわらず遅れたやつに負けて、しかも武蔵倒れたところですぐ行っちゃうっていうね。なかなかの振り回し具合。こちらが巌流島のメインディッシュ、武蔵と小次郎決闘像です。まあ、こちらが当然小次郎、こちらが武蔵ということですけども、武蔵は剣も抜かずに船の貝で戦うという、小次郎としては屈辱的ですよね。遅れた上に頭なんぶらかんのかと僕油断しておりました。ただこの像バヤッと眺めてちゃいけません。見てください、これ
小次郎、すんごい持ち方してません？何これ、手どうなってますか小次郎、これは負けるわっていうひねり方してます。というわけでですね、もう 風でもう髪とんでもないことになってますけども、以上巌流島レポートでした。もうほんと30分あればマジで、ね、見尽くせますね。私じっくり見るタイプなんだけども30分で十分見られるというような島でございました。武蔵小次郎に思いを馳せました。巌流島来てね。